はい、それでは今日はこれ草。コメント欄でビニールを使った除草っていうのを興味があるっていう方がいたので、僕もちょっと興味があるのでビニールで除草してみたいと思います。今日今朝の朝午前10時で超いい天気です。今日は一日晴れる予定なのでちょうどいいタイミングかなと思ってやってみます。この元気な草にこうビニールをかけて、こんな感じでできた。ビニールでかけていい天気。この状態で夕方までとりあえず一日見てみたいと思います。そしたらまたもう一回動画を撮ります。さてどうなるでしょうか。イエイ。はい、それとこれただのお湯、熱湯です。今沸かしてきました。これをここいら一体、ここがあのビニールの場所で、ここいらの草にお湯を、ただお湯をかける。あちちちちちこう死ぬのかな。でもなんか熱いから効きそうは効きそうだ。ただお湯をかける。ちょうどやかんいっぱい。もうなんかすでにちょっと黄色くなった気がする。さあこれでたったこれだけだけどどうなるでしょうか。後でまた見てみたいと思います。はい、途中経過です。今2時なんかもう枯れてきてるかもしれない。あ、ここがまだ枯れてないな。これ多分ここは空気が入っちゃってるのかな。もう真ん中の方はかなり死んでる。すげえ。そしてお湯かけたところどうなの。ちょっとでもなんか枯れてきてるかもしれないな。10時にかけて今2時なので4時間ぐらいです。とりあえず夕方までもうちょっと待ちます。はい、それでは今夕方の5時になりました。10時にビニールを仕掛けて夕方の5時までやってみました。ちょっと撮ります。これビニール除草。どれどれどれ、これね、かけてた位置。いや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 、なんか弱った。これこのまま枯れるっぺ。でもさ、こっちかかってたけどさ、ほら多分こうやって空気とかが入り込むからさ、やっぱりぴったりとやってやった方がより効果が出るのかもしれないな。これ枯れたよ。でもまだすぐじゃ分かんないから、あと1日2日放置してどういう風になるか。これがここがビニール除草の部分、上出来だと思います。でここが熱湯除草。葉っぱがちょっと焦げてるけどまだなんかちょっと元気なように見えるんだよな。まあでもこれも放置して
1日2日ぐらい放置してみっか。多分これはねもう茶色くなっちゃうと思う。ここはちょっとまだわからない。まあでもただやっぱお湯がかかったから葉っぱはこう焦げてるけど、で根元にもちゃんとに当たるように熱湯をかけたんですけど、あほらこっち熱湯、ね、ほら下の方も焦げてるから熱湯はいってるんだと。まあだからまあでも今すぐじゃまだわかんないから、あと1日2日後また報告をします。はい、とりあえず夕方はこんな感じです。はーい、いいよ。はい、それでは一晩経ちました。また丸1日経って今朝の午前10時です。10時にかけて、で夕方の5時ぐらいに取って、で一晩経ったら綺麗に枯れました。丸ビニール除草いい感じ。もうこれ枯れちゃうでしょ。でお湯の方お湯かけただけの方は、あのかけたところはこう傷んでるんですけど、まだ根元の方が生きてるので多分これ死なないのかな。これもうどうやり方が違ったのか何なのか。でもね、考えてみるとね、ビニールを引いて、こっちはもう一回ビニールでやります。ビニールを引いて止めるだけなので、お湯沸かすより全然楽なんじゃないかなと思って、こうしてこれで出来上がり。これで1日晴れの時に待つだけなので、この除草は意外と簡単だし、薬もまかなくていいし、ただだし、お湯を沸かすよりこのビニール除草の方が全然いいと思います。うん、よくできた、いい知識になりました。っていうのもね、僕昔あの温室から剥がしてきたビニールをこの芝の上に1日置いちゃった時に、芝がそこが綺麗に茶色く全部枯れたので、そういう経験も思い出しましたね。ということで夏のこの暑い時期はビニールかけとけば草が死にます。いいビニール除草うまくできました。